アイザック・ハルは、アメリカ合衆国の軍人、アメリカ海軍大将アイザック・ハルは1773年に、コネチカット州ダービーに生まれるで生まれたとする説もある。幼い頃から船員であった父のジョセフと共に、沿岸の船旅を行い、より遠くは、西インド諸島まで航海した。父親が死ぬと、ハルは、おじのウィリアム・ハルに引き取られる。 1790年代半ば、若き春は何隻かの商船を指揮し、たびたびフランスの死略船による略奪を受けた。1798年、新たに設立されたアメリカ海軍の注意として、任官し、続く2年間で半送フリゲートのコンスティチューションに乗り組み、フランスとの疑似戦争で功績を挙げた。第一次バーバリ戦争が激化した1802年、 春はアダムズに注意として乗り組み、地中海に赴いた。後に、スクーナーのエンタープライズブリックのアーガスを指揮し、1804年には中佐、1806年には大佐に昇進した。続く数年で彼は、法官の建造を監督し、1809年、10年には、フリゲートのチェサピークプレジデント・コンスティチューションを指揮した。 コンスティチューション艦長として春は波乱万丈の時を送った。1811年から12年にかけてヨーロッパを巡航し、米英戦争が始まる直前に帰国した。イギリス艦隊は7月に東海岸でコンスティチューションを追撃したが、春は巧みにそれらを回避した。1812年8月19日、コンスティチューションはイギリスの搬送フリゲート、 ケリエールと遭遇しこれを撃破。小さなアメリカ海軍がイギリス海軍にとって十分に危険な敵であることを証明した。米英戦争の残りの期間、春はワシントン DC で短期間海軍評議委員会の委員を務め、その後ボストン海軍交渉の司令官となった。1823年から27年にかけて彼は太平洋戦隊の指揮官として南米沖で活動した。 1829年から35年まで、ワシントン海軍交渉の司令官職を務め、39年から41年まで地中海戦隊を指揮した。アイザック・ハル大将は、高齢と健康問題のため任務を離れ、2年後の1843年に、ペンシルベニア州フィラデルフィアで死去した。アメリカ海軍は、ハルの栄誉を称え、以下の戸籍に彼の名を命名した。 コネチカット州ダービーとシェルトンカーンを流れる、風サトニック川に架か,かる、コモドールアイザック・ハルメモリアルブリッジは彼にちなんで、名付けられた。ありがとうございます。